はい、天下統一じゃ。小田原征伐か。推測通りならば官兵衛の策がまたも振るわれる。勢いに乗る前に阻止したいかな。ああ、心ここにあらずじゃないか。まさかと思うけど、ずっとこんなテンションだぜ。山ん張り国広を振る長尾明長に思うところで。別にそういうわけじゃない。ただ試されていると感じる。俺と瓜二つの刀に邪魔され、昔本家の代わりとして戦に持ち出された場所に立たされ、はあ、本当にいちいち面倒だな。さまつなことに心乱されるべきではない。自分を見失うな。お前はバカなのかな。何？いや、実に愚かだ。本当に考えられないな。まったく。というわけで刀剣乱舞始まるよ。言ったってくださいよ、長義さん。ちょっと国広くん、ちょっと悩みを抱えすぎだぜ。おっと、今回は短めですね。とにかく余計な考えはやめる。あってはならないこの状況を止めることに専念しよう。うっす。そう願いたいね。まったく。第一、推測する限り最初に向かうべきは懐かしき小田原城ではない。ああ、黒田官兵衛が指揮しているのは押し城攻め。本来は石田三成への大抜擢だったはずだが、大雨のせいで三成は城を落とせなかった。この顛末を踏まえて官兵衛が乗り出したんだろう。備中高松城の再現として三成が失敗した水攻めを彼に代わって成功させるつもりか。調査するぞ。ギョイ、新たな流れが検知されました。水も漏らさぬ。うっす。またイベントか。まだキャラ選んでないよな。やはりな。雨でも崩れないくらいの堅固な包みが築かれている。これで水攻めが派手に成功すれば、豊臣軍の部位を見せつける格好の見せ物になるだろう。東国の平定は円滑に進み、黒田官兵衛の軍師としての名声も上がるというわけだ。それが主君を助ける純粋な献身ゆえなのか。官兵衛の狙いは正直俺には読み切れないが。俺も読めん。考えてもわからないことで頭を悩ませるのはやめる。やるべきことをやるだけだ。まあ、お前の場合はそれがいい。大賛成だ。せいぜい隊長らしい働きを期待するよ。期待と言ったのか。お前がまさか。言葉のあやだ。鬱陶しいな、偽物君。さっさと官兵衛の水攻めを阻みに行くぞ。ああ。でも一番動揺してるな。策を見つけるか。悩むな。しかもなんかあの、うってなってた。うってなってたぞ。大丈夫か。俺に構うな。よし。なかなか人数が増えてきましたね。工作地点への到達。はい。なるほど。青の本庄さんを守らなければならない。はい、了解しました。まあとりあえず目の前の敵かっさばいていけばいいぜ。よろしくお願いします。通り道にある強そうな敵に関しては潰していきましょう。美しいイケメンチキン、イエーイ、いきます。まずは城内の時間速報軍を一掃する。そら、ほいほい、早い。一瞬。城内の敵は片付いた。今のうちに包みを壊せば。うっす。同じ目的の武将か。ちょうどいい。先行して進路を確保してあげようか。あ、いいよ。いろんな勝利条件が追加されてんね。にしてもちょっとあんまり前行かないでくれ。
ほぼソロじゃねえか。豊臣軍の武将か。こちらの動きに気づかれるとまずい。そうっすね。下手に騒ぎを起こすように敵の目をそらした方がいい。ならあの瓦礫はどうかな。壊せばいい音が鳴りそうだ。キュピーン。よし。今の音はまさか敵の患者か。注意を引けたな。返して迂回路を探すぞ。よし。どこだ。なんだこの。よし、どんどん行こうぜ。間抜け。よしよしよし。この調子で進むぞ。また豊臣軍の武将がいるな。そしてここにもガラキの。よっと利用させてもらおう。今の音これでまたズボッといくのか。なんとも情けねえ。さて、しまった今日のしまった。進路は確保した。あっさりだな、おい。時間そこはお出ましか。さっさと片付けてやる。それあんまり激しくやるとあいつまた来ちまうんじゃねえの。そろそろ出てくるんじゃねえの。それおまけ。さあどんどん行きましょう。気をつけろ。また豊臣軍の武装だ。みっけ。二箇所にあるのか。マジかよ。よし。オッケー。あ、よかったよかった。順番に壊せばいいだけなんだね。向こうも騒がしいな。石田さん。一体何が起きているのだ。イケメン。かかった。お前もか、お前もか、イケメンやのにお前もなんか。まさか閉まったか。さて。え？王城の伏兵がいるやもしれん。よし、よかった、間抜けじゃなかった。あれ？下かまたかよ。うまくいったな。あいつは大丈夫かよ。急ぐぞ。いやいや。上は親玉だ。準備はいいな。ヒュー。何言っているのかな？それ。連撃。おっと危ねえ。でもあいつがやばくね。フッ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 フ。いただきそれだ。しゃあ、あっさり物理。任務完了。よしオッケー。俺の切れ味はこんなものではないよ。やっぱ長義くんのアクションの方が今のところ好きかな。包みを守る敵は排除できたな。引くぞ。包みの破壊は先ほどの彼にお任せしよう。手柄はやるぜ。うわあ。調査完了。今のいる？いるいるいる。雰囲気的にいる。修復を進めました。ではでは修正しよう。これで黒田官兵衛も一旦は引くだろう。なかなかの成果だな。ああ。あとは小田原城に向かうだけだ。集中を欠くつもりはない。行ったそばから考え込む奴がいるか。あ、その。どうも、俺は勘違いしていたのだろうかと。うちの俺は本家の代わりでしかないとどこかで思っていた。主がお前ではなく俺を隊長に任じていた理由もわからなかった。加えてお前が偽物だなどと喧嘩を売るから俺はお前のせいや。自分を見失っていたのだろうな。俺のせいにするな。偽物、隊長。どう呼ばれるかはどうでもいいことだ。
戦いながら示していけばいい。刀剣男子としての俺が本丸のためにできること、俺を隊長に任命し期待してくれた主の気持ちに応えるためにも。散々悩んで一人で抱え込んで自分で答え出したぞ。まあ些細なきっかけは長義くんがくれた気もしますが、うん、まあ元の刀がね、写しでありながらもその実力は白昼と言われているところに通じるところがありますかね。なんかミニゲームいっぱい来てるけど、今回は先にストーリーを進めさせておくれ。俺なんかに期待するな。バディ反撃。ほう、どんどん増えるね。どんどん仲良くなって。ほう、なるほど。同じ場所に配置された場合はそこでその会話が聞ける。細かいね。なるほど。ま、今はいいです。では早速そのまま出陣しましょう。といってもまだ絆会話はガイドライン的にね、まだ解禁されてないので、さすがにもう前回の分がなくなったので今回からは収録もしません。うっす。北条軍側が一気に勝ちそうな流れだな。まさか時間素行軍が加勢しているのは北条側か。そんな、小牧長久手の戦いの時のように主君をあえて追い詰めるための黒田官兵衛の策とでも。さて、状況をはっきりさせるには豊臣秀吉の様子を探るのが手っ取り早い。ただ城内は時間素行軍でひしめいているだろう。戦況を変えるには奴らの総統も急務だ。時間は限られているわけか。え、では二手に分かれて挑むぞ。ああ、わざわざ言われるまでもない。一方が時間素行軍を撃ち、もう一方が豊臣秀吉を偵察するか。新たな流れが検知されました。マジかよ。頑張りましょう。せっかくバディ反撃来たのに、もしかしたら指揮取りつつ2つ動かすかもね。戦力を減らす。へえ、お前にとって因縁のあるのは北条側だ。そこに近づく役目をわざわざ買って出るのはなぜだ。隊長なら面倒な役目を進んで引き受けるべきだと思っただけだ。なかなか首相じゃないか。分かった。ただ覚えておけよ、長尾明長に出くわして手間取った時には。まあ、あとは想像にお任せするよ。肝に銘じておく。不甲斐ない戦いはしないぞ。合流する。迅速に進めるぞ。ああ、せいぜい楽しみに待っているよ。お、素晴らしい。何を期待しているのやら。まあその章の最後かもしれない戦いは国広くんでやろうと思ってたんですよ。まあこれが最後かどうかは分かりませんが、頑張ってもらいましょう。行くぜイケメン。チャキーン。ふう、行ってきます。このチャキーンは大事です。はい、救援しな。適当に切りながら進みますか。あれ、誰も倒したことない。あ、そうか、時間素行軍倒せって言ってたからそれ以外はカウントしないのか。今している奴がいるな。よし、周囲の敵を切れば助けられるか。危ねえ。そら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 、運びすぎだろ。にしても今までずっとさ二人でやってたからさ、一人減るだけでちょっと不安になるよね。よし、いざ。オッケー、人たちで沈める方がやっぱ気持ちいいね。ヒュー、そら。おお、ハテナマークが出てる。自分で何か探せってことですね。オッケー、助かったぞ。
60%。よし、ここら辺の敵をちょっと狩りますか。それだけで増えそうだしね。よっと、いっぱい切ります。そら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 、ふいふい。ここら辺の敵はあんま増えてねえな。ここ行くか。うれ、どん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 壁ドンしていく。まだ 80%。 どこ切ったもんかね。おっと、来たか。こんにちは。増援で黙らせてやる。ひえ、長尾明奈、俺を見ていたのか。まさか。今は敵を倒すことだけ考えろ。うっす、まだ 80% だったしな。にしてもこのパーセント、さっきの敵では上がったんだが。よし、とりあえずこの辺りにいる敵は全て切っちまえばいい。はいよ。いくら来ようと切るだけだ。この辺の敵だったよな、倒して増えたの。でも 80% ってすごい綺麗な数字なんで、今はこれ以上増えないと思っていいかもと断定して先に進みます。お、動いてる。ここね。おっと、おっかねえな。ほい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 。ほう、解析率が減少。なるほど。さて、どうしたもんか。ハテナマークがまた出てる。何かしらの原因で雑魚を倒しても増えてない。今できる。お、上がってきた上がってきた。なんかよくわかんないけど、ザコ倒すだけで。うお、なんだこれ、こんな攻撃を。いやー、待って、邦弘君にこれ薄い本展開ですよ。これよくないよ。 YouTube が黙ってないぞ。ピュアだからね、 YouTube 君。さーて、こんにちは。適当に増票を切り裂いて。まだ来るのか。押せ。よし、応援を呼んでいたのはお前だ。無理やり入ればよかっただけなんだね。お前に貯めてやるぜ。壁ドンじゃ。おっと、危ない。いざ射撃。俺を薄しと侮ったことを後悔させてやる。おらおら、イケメン斬り。ついや、俺は偽物なんかじゃない。耐えてんね、普通に。ひゅう、連撃。あぶね。そら、お、まだ生きてる。しかも変なオーラ出てるし、怖い。うえ、デカブツ。雲の敵はさっきみたいにひどいことしてくるやつだからな、気をつけろ。おっと、危ない。ダカ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 ツーン。何やっとるだ。おっと、危ない。ツン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 。猛暑よく見たら可愛いやつだぜ。ほら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 、ほいほい。おっと、危ない。えい、ツン。あ、ツンツンじゃない。いくぜ。ほれ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 、どうだ。決まったぜ。ふう、まだまだこのショーは終わらないようだね。にしても一人だとちょっと心細かった。見失ったか。増援は封じたんだ。これでいいだろう。オッケー。
まだ体力もそこまで減ってないし、余裕ありそうですね。待て。なぜだ。お前を見ていると、どうも胸が。な、どこかで会ったか。オーラ閉まってんね。あんたはおそらく干渉を受けているだけだ。だが、俺を恨んで気が済むなら、そうしろ。そんな刀さえ持っていなければ、あんただって利用されなかっただろうからな。な、私の刀を侮るな。失礼する。な、待て。うつしも本家も関係ない。誇りを持って扱われていた。昔も今も俺は気がつくのが遅いな。でもよかったな。遅くてもいいんだよ。さて、戻ってきましたが、シャギーン。まだまだ続きそうですな、これ。よし。ますますいい調子だよ。さてさて、では、今回はここまでですかね。撮影しようぜ。そのために、この二人を並べておいたんだ。こいつら目線があってね。もうちょっと仲良く。つついてみよう。誰だ。気のせいか。いや、そんなはずはない。クッソシュールだなこれ。まあまあ、ええわ。とりあえず拡大して。虚無だな。沼九郎みたいな顔してますよ。もう完全にこれあれじゃん。なんかお前らもうちょっとリラックスしろよ。完全にこれあれじゃん。国広くんに関してはこれ座らされてるやつだよ。こっちはまだなんか座ってる感あんだけどな。必要はない。減るものでもなし。しゃべれや。まあまあええわ。とりあえずもうちょっとこういい感じに入ってくんないとさ、サムネに使いづらいだろう。はい。いかがですか。世界一楽しくなさそうな憩いの場ですよ。はい。というわけで、今回は以上です。ありがとうございました。